はい、今回はめちゃめちゃ渋いよ。誰やねん、エンド今何してんねんかな。これ知ってたらサッカー通よかなりの。スキラッチ、サルバトーレスキラッチよ。ジュビロ磐田いたんですね。何歳ですか今。64年ってことは、もう相当やな。もう60前か。すごいな。言うてこの人ワールドカップ得点王ですからね。あの90年イタリアワールドカップの得点王ですからね。すごいよ。その時は確かトトスキラッチって言われたのかな。トトって幸運って意味ですからね。いやー、懐かしいね。懐かしいねっていうかね。まあ実際のそのプレーをリアルタイムで見てないんでね。でも、J リーグで得点王にもなってますし、やっぱ得点する能力すごかったんですね。でもすごいな。この人身長、171センチよ。めっちゃ小さいねん。それがさ、ワールドカップとか J リーグで得点になれるんやから、やっぱフォワードって、ポジショニングとかが大事やねんね。本当にわからんもんやね。ちょっと、ズームしすぎたか。そうやね。ズームしすぎたね。これ。こんな感じか。はい。ほんと、思うよね。この人はさ、多分これ以外にイベントスのカードがあったと思うけど、多分そんな使ってるやつ見たことないね。この人、多分ジュビロで引退したんかな。多分ジュビロで引退してるよね。だからこの人さ、64年生まれってことは、J リーグ創世期ぐらいに来てるから、だから30歳ぐらいでも J リーグ来てるんよね。まあだから、そういうね、寿命が短かったというかさ、旬というか。まあまあ、そういう感じなのかな。今何してるのかね。全く、音沙汰がないね。まあ確か出身がね、まあイタリアなんですけど、パレルモかな、南の端の方のね。そこの出身なんで、そこでね、なんかゆっくりしてるっていうのはなんか、インスタで見たことあるんやけど。何してんやろか。